山梨県民信用組合は、山梨県甲府市に本店を置く信用組合。1953年4月に、甲府中央信用組合として設立。2003年1月には、京南地域を拠点にしていた京南信用組合と合併。さらに2004年2月には、同じ市内にあった山並信用組合、海北地域を拠点にしていた、ビ信用組合、 軍内地方を拠点にしていた谷村信用組合と合併し、現在の新疎名となった。度重なる合併により、営業エリアは山梨県全域に及び、一時は店舗数が80店舗近くとなり、出資金などの規模でも地方銀行である山梨中央銀行に匹敵するほどの大規模、信用組合となった。しかし、山梨県及び、 甲府市の指定金融機関でもあり、県内の主要企業の主要融資系等である中銀に、対し、それらの後ろ盾があまりなく、得意先が、建設業や装飾品加工など景気に左右されやすい、県内の中小企業が中心であるため、近年は、公共事業の抑制や安価な外国製品に押されて、これらの需要が低迷しており、同心相も、その影響を受け苦しい経営を強いられている。 この状況は合併後も続き、2007年度の仲介決算では、半期で17億円近い赤字を出すなど3年連続の赤字を計上、自己資本比率も4%台とこのままでは、金融庁の是正命令が下る状況であったため、2008年1月に全国信用協同組合連合会から108億円の資本支援を受けている。 これを受けて2008年6月に経営陣の刷新が行われ、店舗と人員の削減などが行われてきたが、世界金融危機の影響により2009年3月期の純損失が49億と5年連続の赤字となり、自己資本比率も4%を切る恐れがあることから、公的資金の投入が検討された。そして2009年9月に全国信用組合連合会を通じて、 約450億円の公的資金が注入されたため、自己資本比率は2008年度の4.06%から2009年度には18.64%に上昇し、2011年度は17.31%となっている。また、2012年10月には経営強化計画の一環として、組織を改変して経営の効率化を目指すほか、 経営改善サポート室を新設して、有志先である中小企業の経営改善を目指している。ATM では、新組オエネット、提携信用組合のカードによる出金は、事組合扱いとなる。また、2010年2月22日より、投資祖のキャッシュカードを山梨中央銀行 ATM による引き出手数料無料提携を開始している。山梨県民信用組合では、 上期経営問題に加え、横領行為など不祥事が相次いでいる。山梨県民信用組合へ108億円の資本支援決まる全身ソ連が公的、資金検討山梨県民審査が、支援要請2012ディスクロージャー、2010ディスクロージャー中小企業サポート強化、県民審査組織改編で、専門部所有し先の経営改善に注力、 組織変更の実施について、組織変更の実施について、経営強化計画の策定について、山梨中央銀行との業務提携について、当組合カードの山梨中央銀行 ATM、ご利用時の手数料無料化、引き下げ2000万円を横領容疑、山梨県新訴原職員を逮捕、山梨県民新訴に、再び業務改善命令山梨県民新訴の職員が、 また着服県民申訴で着服さらに3人、山梨県民申訴元支店自長自殺ほのめか推奨。ありがとうございます。